大山慎介のみんなの北海道2100。関西そして全国の皆さん、おはようございます。北海道田舎プロデューサー大山慎介です。大阪 MBS ラジオのスタジオからお届けしていきます。2月になりました。1月は行く、2月は逃げるとか、3月は去るっていう風に、2月があっという間に終わりますねとかっていう表現昔からされてますが、そういうね言葉は全国区はそうかもしれませんけど、北海道に住む私としてはね、カレンダー的に短いからすぐ終わっちゃった感は毎年あるんですけれども、雪がね、あるいは寒さがね、昔はそうでもなかったのかな。でもだんだんと夜年並みには勝てずみたいな感じで、きついなとそんな風にね感じながらも、北海道内いろいろ回ってるんですよね。そして関西にお邪魔し、東京にもお邪魔しという感じでやってますね。なんで夜年並みとお話をしたかというと、この番組関西で始まってお世話になりましてから、なんと2月25日放送分が800回、通算800回になるんです。本当にね、こんなに続くとは僕思わなくて、感謝感謝ですね。そんなことで、またね2月25日に向けてはいろんなことをお伝えしていきますが、本日は皆さんからのお便りおはがきで、こういった切り口、この項目、この分野という、そういった点でこれは取り上げさせていただいて、読ませていただいてですね、あなたと一緒にこうもうちょっとじゃあ深掘りして考えてみようかなと、そんなことで皆さんからいただいたたくさんのお便りの中から選ばさせていただいて、その分野についてちょっと北海道事情を絡めてご紹介していきたいなと思います。それでは今週もごゆっくりお付き合いください。大山慎介のみんなの北海道2100。大山慎介のみんなの北海道2100、今週はそっか、そういう切り口かということをね感じてもらえるような何点かにですね絞って、皆さんからのお便りおはがきを中心にお伝えしていきたいと思います。まずですね、ラジオネームおにぎり娘さん、兵庫県の方ですね。私の勤務している市は地区によってはご近所のつながりが強く、何か気になる家があると連絡が入ります。北海道は家と家の距離が長くて、お互いの見守りが難しいのではないですか。あ、そうか、民生委員さんの訪問も大変なんではないですか、ということで、そうですね、見守りですとか、あるいはコミュニティ、そういった地域の中でのつながりということですかね。確かにね、家と家の間の距離というのは大きいですね、長いですね。その中で北海道は車社会っていうこともあるんで、結構ね、例えばいろんな地区、こうね、名前ありますね、自治区とか、それから町内会とか、さまざまなね、そういった集落の名前ありますよね。市町村によって違いますけど、結構大きいんですよ。大きくても昔からの方といっても、この100年とか、そのあるいは50年とか、そういうことですけれども、そこの家とのつながりは濃いですね。僕思うには、今一般論としてお話したのは、札幌圏域や、あるいは、人口20万30万そういった市ではなくて、人口5000人とかね、6000人とか、いわゆる皆さんこの、お話があったような家と家の距離が長くてというような、そういった地域は広いエリアなんですけど、つながりは濃いですね。ですからね、小学校とかね、地区対抗のリレーとかあるんですよ。運動会で、小学校の運動会で、はい、地区対抗の小学リレーですとか、なんか地区ごとにそういうまとまってやるというような行事もたくさんありますよね。そしたら老若男女問わず出てきて、そしてリレーをするとか、さまざまな、催し物を参加するとかね。普段もやっぱりお声掛けとかね、
心配だなという時にはこう声かけ合いますよね。ただじゃあそれが10年スパンで考えてくると昔よりどうなったかというと、僕は実感としてはやっぱりちょっと薄まってるかなという気がします。で今一つはその遠かった方々がやっぱりこういろんなご事情でその土地を離れなきゃいけないということで寂しいですけど、またこう過疎になっちゃうと、過疎って言いますかね、人口が少なくなっているので、そういった意味で希薄になっているということはありますね。ただまあ何ですかね、北海道はいろんな意味でたくさんの方がいろんな地域から来た方が多いんで、受け入れの体制もそうですけど、住んでる方もなんかフランクなことが多いですよね。ということで、おにぎり娘さん、住んでいる市と北海道の違い、ちょっと分かっていただけたかなと思うんですね。ということで次いきますね。これはですね、ラジオネーム花さんです。こちらも兵庫県ですね。メールでですね、そうなんですよ、私この間大山慎介がなんでこんな変な男になったかっていうことで幼少期の話をした回があったんですが、そちらのご感想もたくさん書いていただいてね、ありがとうございます。そして最後にですね、こういった一言があったんですね。60歳からインターシップという言葉がありました。私の専学、経験不足、年齢オーバーでは箸にも棒にもかかりませんねっていう花さんのこの一言が私気になったんですよ。つまりですね、北海道で何かしたいなとか、あるいはですね1年間、滞在して自分のしたいことをしたいなとか、あるいはお仕事をしたいとか、さまざまなこうアプローチの仕方があるんですけれどもね。そういう意味で花さんはご年齢が書いてるんですが、73歳ということで、それで先ほどのもう年齢オーバーですかねと、箸にも棒にもかかりませんねという一言があったんですが、これはね花さんね、分かんないですね。分かんないというのは、やってみないと分かんないという意味で、こう無責任な言い方ですけど、実はですね、僕はチャンスがあると思ってます。と言いますのは、町の後期高齢者人口が、その自治体の後期高齢者人口がその割合が 30% を超えているという町が今どんどん出始めました。75歳以上が3割を超えているとよくね、 30% というと65歳以上の高齢者比率というふうにお感じになる方いるんですが、北海道はもうねそこを通り越して65歳以上は半分以上、そして、75歳以上が3割、そういう町も出始めました。そこではですね、今花さんのメールたくさん書いていただいた中でまだ働いているということなんで、これはね一回その町に行っていろんな方とお会いして、そしてこういうことだったらお手伝いしてほしいなとかいう地元のご意見や、花さんご自身がその地域を見て、これ昔20年前やったことを応用できるなとかですね、そういうこと僕はですねこれからどんどん増えていくと思います。それは65歳の方も70歳の方も75歳の方もお元気であれば、さまざまな選択肢が今後増えていくと思いますし、それを選択肢として受け入れ側が、受け入れ側というのはですね、北海道の、各地域の自治体や企業さんが選択肢として入れてないと、もう人手不足ですからね、そういう意味では成り立たないんですよ。で今僕人手不足って言いましたけど、この人手不足という表現は実はちょっと私なりに言いますと、実は今が一番いいんです。これからもっともっと大変になるんで、人手不足ですけれども今が一番いいと、来年はもっと悪いと、厳しいと、そんな状況の中で花さんの年齢オーバーですかねと、経験不足ですかねと、それは各地域に行かないとわからないと思いますね。そういう意味ではね、ちょっと北海道に足を伸ばしていただいたり、あるいは北海道じゃなくてもいいんですよ、四国でも九州でも各地域では望まれる、あるいはですね、望んでいるかどうかも実は地域が気がついていないという例がありますんで、ご旅行でもいろんな滞在系でも
地域の方とお話しする機会があるといいのかなと思います。大山信介のみんなの北海道2100。大山信介のみんなの北海道2100。本日はたくさんいただいている皆さんからのご意見やご質問をですね、分野ごとにっていう、まあそんな硬い話じゃないんですけど、ちょっとずつ取り上げてあなたと一緒に共有したいなと思います。こちらはね、函館ですね。ラジオネームボロコップさん。北海道の人口減が全国平均よりも早く進むと考えられています。それをできるだけ穏やかにする方策の一つは各自治体の活性化だと思います。ですが、食に関するイベント以外、住民の意識は低調な気がしています。芸術や文化、伝統などに関するものについて、そこに住んでいる人のいつでもという思いが裏腹になり、やがて今度、そしてさらにいつかはと変化し、結局何もしない結果となっているのではないでしょうか。町が衰退する要因の根底には住民の無関心が大きいと感じています、という北海道の函館にお住まいのラジオネームブロコップさん。関西の方、首都圏の方、どんな思いで今のねメールをお感じになったかなと。まあ人口が減るっていうのはね、これはもう、全国的な傾向なんですが、もう人口減と言われてからもう十数年経ちますよね。それは日本全国の話。ところが何度も言いますが、過疎に関する法律ができてからもう50年以上が経ってるということなんで、いわゆる大都市部以外の地域が人口が減り出したのはその法律ができる前からなんですね。ですからね、高度成長期にダーッと首都圏に、あるいは東名阪の大都市部に集まり、そして各自治体の人口が2万人いたところが今では5000人とか3000人とか、この50年スパンで見るとそういう減り方なんですよね。そしてあえて今取り上げたブロックプさんのですね、お住まいの函館市のことを考えると、人口のピークは36万だったと記憶してます。今24万で、この減り方が、いわゆる中核市っていうんですけれどもね、政令市、中核市っていうことで、人口20万30万のね、全国60から70あるその中核市、この中に北海道では旭川市と函館市っていうのがあるんですけれどもね、函館は極めて人口減少が厳しい、全国で比べても北海道の中でもということなんですよね。そこでお住まいだからこういったお感じもあるのかなと思うんですね。いや、函館市の方、頑張ってる方、僕たくさん存じ上げてますよ。でもそういう意味では無関心さが大きいと感じていますということ、これはですね、僕ちょっと心にぐさっと刺さって、私自身も頑張らなきゃなと思ったんですね。で、この人口減について、そして地域が活性化しなきゃならないという課題はもう面々と語られてきました。ふるさと創生もそうですし、今の地域創生っていつまで言うのか分かんないんですけど、結局アーセー構成、地方は創生っていう冗談があるように、国が手取り足取り指示を出してるんですが、なかなかそれ難しいと。この10年でどうだったかっていう、その成果はですね、あなたご自身でご案内いただきたいなと思うんですけれどもね。僕はこれを考えるときに、今日はね、たくさんあるポイントの中で一つだけちょっとあなたに投げかけさせていただきたいと思うんですけれど、 INKA 田舎って、田舎、僕好きな言葉なんで、いわゆる過疎地域ですよね、田舎。この使い方、大都市目線で、でこの田舎の使い方と田舎が大都市の方の心をどのようにキャッチするかというか、受け止めているかとか知っているかと、ここの双方の出会いがですね、非常に必要になってくるのかなと思ってるんですね。出会いと認識の深さ、深掘り、これがですね必要になってくるのかなと。なんでこんな話をしてるかというと、限られた財源の中で、例えば地方行政でお金が分配されたりします。
国家財政は1200兆円を超える借金の中で厳しいですよね。今まではね、この10年くらいは本当地方創生バブルというふうに各地域では呼ばれてますけれども、あまり見えてないんですけど、今後はっきりとした傾向で人口減の、そういった社会におけるですね、地方財政の逼迫っていうのは、露呈してきます。ですから僕はここで今一つポイントと言ったのは、使い方、そして使われるんだったらお互いハッピーになろうよという、この非常にまあ普遍的でありシンプルな形、これをですね、各市民が町民がどうやって受け止めていくかと、一言だけ言うと、それは僕は滞留人口だと思うんですよね。なんか人がいるという人口、滞留人口、滞留していると、これの活用の仕方、生かし方、そして大都市の方が何を求めているかと、これはね、冒頭させた花さんの高齢になったら役に立たないかなと、そんなことないんですと、この人口減の中ではどうやってその方と一緒に元気になっていけるかと、そういう思いで考えて、市民とあるいはね、町民の方と一緒に頑張っていくというふうに皆さん一人一人が思うと、それがですね、自分の住んでるとこは楽しいような、もう楽しいだけじゃなくて会社の経営にも役立つとか、農業生産法人の、活動にも役立つだとか、そういったことにつながっていくと思うんですよね。ブロコプさん、確かに住民の無関心さが大きいのかもしれませんけれども、僕は函館のポテンシャルは非常に感じてますんで、今後ですね、この番組を通じても、あるいは他の活動を通じてもですね、一緒に頑張っていけたらなと思います。そして最後に一番多いのがこう、やっぱりこれなんですよね。ちょっと暮らしについて、結局今までお話したことの横串のような形になるんですけど、ちょっと暮らしについて、これはですね、ラジオネーム小山場目ちーたろうさん、和歌山県の方ですね。大阪の八尾市から引っ越しされた田中さんのお話を聞いて、ちょっと暮らしがしたくってしたくってすごく悩んでます。私のサークル仲間の方で北海道が大好きで20回以上行っているというのを聞いて、ますます行きたくなり、また兵庫県の加古川の方のペットとお引越し、そんなお話を聞いて、ちょっと暮らしがしたくって私の頭の中は北海道でいっぱいです、という言葉目ちーたろうさん、ありがとうございます。物事何でもね、両面あってね、全部いいってわけじゃないんですけど、ちょっと暮らしは自分で企画したから言うのもなんですけど、一回は経験してもいいのかなって僕は思いますけどね。ちょっと暮らし、あるいはですね、経験されなかったとしても、一生懸命って言いますかね、時間の許す範囲で調べて、行った気持ちになって、そして行ったらこんなことしてとかって、シミュレーション、そこまではしていただきたいなと。実際に行くかどうかはね、いろんなご事情があるでしょうから、ちょっと暮らし、それは北海道でなくてもいいんですよ。ほんどこの地域でも今もう800団体900団体もっとやってるかな、広がりましたんでね、この、私が企画してから20年近く全国でもうそういった数やってますんで、そうするとこのね、ちょっと暮らしのお話が多いとお伝えしたのは、それは行動ですよね。ちょっと暮らしはね、行動って言いますか、そういったスタイル、その根底にあることが今日お伝えしてきた、例えば年を取ったらダメなんですかねとか、あるいはですね、北海道のコミュニティってどんな風になってるのかなと、というお話だとか、あるいは、北海道民の方からいただいた、いやちょっとね、地域が活性化してないんだよと、それが重要なんだけど無関心なんじゃないかなと、いろんなさまざまなこう項目ごとをちょっと暮らしすると、一時住民目線で年取ってるとちょっと難しいかなと思ってたけれども、このマッチングができれば大丈夫だとか、あるいはそんな一言言わず、とにかく楽しくなってればいいと、楽しくなってると市民の方も楽しくて自分も楽しくて、あ、なんかお互いハッピーで地域活性化につながってる結果としてですよ。そういうね、ちょっと暮らしはあくまでもツールなんで、繰り返しになりますが、行かれるかどうかは別にしても、行った場合どうなのかなっていうシミュレーション、そこまではですねしていただくと、ひょっとしたら日常生活のさまざまなライフスタイルのありようだとか、あるいはあなたの10年
カレンダーのそこに書き込む項目だとか、お子さんお孫さんの今後の将来だとか、そういったこと、地方自治体目線で言うと、じゃあ自分の市はどうあるべきかとか、そういったこともですね、ちょっと膨らんだ目線になってくるのかなと、そんな風に僕は思うんですね。小判染めちーたろうさん、北海道でいっぱいですと言ってくださってありがとうございますということで、いろんなことが皆さんから、ご指摘ご質問いただくんで、今後もおはがきメールお待ちしてますね。大山慎介のみんなの北海道2100。ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のコーナーです。突然ですがお知らせです。2月12日までですね、新規のサポーター登録キャンペーン実施してます。サポーターというのは個人のサポーターなんですね。年会費も入会金もありません。で、時々メールマガジンを送らさせていただいて、いろんな情報をご提供したり、番組ではお伝えきれなかったそんなこともですね、皆さんにご提供しています。で、そのサポーターはみんなの北海道2100のホームページを開いていただいて、サポーター登録というところがありますので、そこをクリックしていただくとニックネームで登録できるんですよ。住所は都道府県だけでいいんです。大阪府だったら大阪府、兵庫県だったら兵庫県だけでよくて、電話番号もありません。メールアドレスだけ書いていただくと、メールマガ送るんでね。で、この2月12日までですね、登録していただいた方、この中から抽選で10名の方に日本一のそば産地、島原内湖などでも有名な幌加内町から幌加内そば5箱およそ10食分ですね、プレゼントしますと言いながらですね、これキャンペーン何回かやってるんですけど、本当にわずかなんで、登録する方はですね、この機会にぜひ幌加内そばゲットしていただきたいなと思うんですけどもね。で、登録される場合は一番下にメッセージという欄がありますので、メッセージにこのキーワード MBS ラジオ、メッセージ欄に MBS ラジオと書いて登録してください。抽選の結果はですね、ホームページで発表したいと思います。大山慎介のみんなの北海道2100。今週のプレゼントです。冒頭お察した通り、この番組も今月25日には800回ということで、もう感謝感謝の毎日なんですけれども、今週の私からのお礼はですね、函館五島県のカレー6貫セット、イギリス風のカレーとかね、カモリッチとかね、カモ肉の入ったとかね、本当大好評なんです。お値段も結構いいんですよ。6貫セット、こちらを3名の方にと。宛先お伝えしますね。メールです。すべて小文字で m2100@mbs1179.com、 m2100@mbs1179.com。 おはがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオ大山慎介のみんなの北海道2100、こちらまでお願いします。今週のキーワードはですね、もうすぐ800回、もうすぐ800回と書いてお送りください。締め切りはいつも通り来週の金曜日2月9日です。いろんなご意見ご感想、心よりお待ちしております。大山慎介のみんなの北海道2100。ここで当選者の発表です。これは1月14日放送分ですね。幌加内町からの年越しでもそばセット、石臼引き半生そば3袋と乾麺3袋、そしてそばつゆ1本、これを3名の方にということでした。幌加内町の本当に素敵なセットです。当選された方は兵庫県三田市のラジオネーム北海のサブヤンさん、東京都台東区のラジオネーム日誌もサッチもチャーハンさん、はい、いいですね。そしてもう一方は北海道の吉江さんということで、3名の方、食べた感想も
お待ちしてます。月刊プレゼント2月になりましたけれども続けます。北海道を代表する観光グループ野口観光グループからですね、宿泊券5万円分をお一人に、箱根や湯河原にもあるんですよ。あ、北海道にちょっと行けないかなっていう場合も新幹線でね近いので、こちらのキーワードは野口観光と書いてお送りください。ということで今週はですね、皆さんからのお便りおはがきを中心に項目ごとにちょっとお伝えしました。でもね、固い話じゃなくてやっぱりね、世情いろいろあるじゃないですか。あ、なんか将来見ると暗いなとか、でもイノベーション見るとちょっとどうかなと、でもそのイノベーションも自分が元気なうちに実現するのかなとか、まあ、様々なことが錯綜しますよね。その中で一度立ち止まって、ちょっと待てよと、これから自分って何年生きるんだっけって、そういうふうに思う時って僕あるんですよ本当。だったらこれ今やっぱりもうやろうかなと、たくさんはできないけどちょっとずつでもやろうかなと、そんな目線で地域づくりとか社会保障の関係だとか介護の関係だとか人口減少、それらの横串であるちょっと暮らし、そのことも含めてですね、今後もさまざまなエリアの情報発信もそうですけれども、課題ごとに北海道と関西、そして全国の方が一緒に元気になれるような、そんな田舎の使い方、大都市と一緒に元気になる、そんな目線での投げかけを続けさせていただきたいと思います。大山慎介のみんなの北海道2100、お相手は今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。